ベルトを持って帰るべく頑張りたい、タクト。ゆっくりしたリングに気合い入っております。赤コーナーよりチャンピオン、エル・ヒヤマ入場。おーっと、ここで、おーっと、激しい展開に。あつあつあつ
してるもん。なんかそんな感じ。暑い。暑い。暑い。リング上はかなり直射日光に熱されて暑くなっておりますが、クロックからエルボーかわす。燃える引き山。熱い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 んですね。熱い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 ことない。今日中心アホベルトかかってんです。さあここは中止の要請がありましたが、大なく棄却されて試合続行です。と踏みません。ここで膝を入れる、腕を取る。よいしょ。しました。ここで飛びついた。今度はタクトが優勢。上に乗ります。ブロックで締め上げる。上げる引き山、体を入れ替えバックを取ります。締め上げるヘッドロック。15 16 17 3秒ですよ。
トが帰ってきました。タクトストリングには入れません。エルヒヤマここでロープ越しの何を狙っているか。ロープ越しのドラゴンスクリュー、これは厳しい。ドラゴンスクリューの威力の逃げ場がありません。くるっと回れば威力も分散するが、くるっと回れず膝に一点に集中。レブロンでのスリングブレード、リングでは一番硬いところと言われております。エプロンサイドでのスリングブレード、後頭部に大ダメージ。10分経過。さあ10分が経過しております。少しずつ動きが出てきました。試合の展開も今はエルヒキヤマ優勢で止まれ戦になっております。このコールを求めて、決まりました。スイングブレードと、まだまだまだホールにも次の技にも行かず伺っております。エルヒキヤマ何を狙っているんだ。もう一度
けの技を使っております。おたけび、これはエルヒキヤマいっぱい食わされた形で、まさかこんな技が来るとは思っていなかったでしょう。ダメージがでかい。フラフラなエルヒキヤマ、ナイスステーションとレッドラリアと、まだロックは外せません。まだ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 、もう一発、何発目のショートレンジ。15分経過。さあ試合も15分が経過しておりますが、ねえ、まあ優勢引き山は少しダメージがでかいか見つけております。師匠とかは関係ない。あーっと起きてやるぞ。これは逆転の怒りの制裁。エル引き山ショートレッジのラリアと返し、これはなかなかどういったことになるのか予想もできませんが、おーっとこれはなんだ。出ましたショートレッジのラリアと、相手の技を割れたら使い返す。すぐさまコピーして実戦で生かします。あーっと相打ち、リング中央相打ち。